はい、本日もプレイヤーの FR にご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日21時半より、スーパーストリートファイター 2X 大会の方開催予定となっております。ただいま、両替機の上にエントリー表をご用意いたしましたので、大会参加されるお客様、こちらの方に名前の記入をお願いいたします。本日スパ 2X 大会、21時半より開始予定となっております。ただいまカウンター、失礼しました、両替機の上にてエントリー表をご用意いたしましたので、参加されたお客様、こちらの方に名前の記入をお願いいたします。少々で大会の方を始めていきたいと思います。エントリーの方まだの方いらっしゃいましたらお早めによろしくお願いします。まだ今スパ 2X の方、エントリーの方を募集しております。まだ、大会参加される方で、エントリーバナーがいらっしゃいましたらお早めにお願いいたします。もう間もなく9時半になりますね。まだかぼちぼちスパ 2X 大会始めていきたいと思いますが、エントリーまだの方いらっしゃいますでしょうか。いましたね、エントリーまだの方。ダブル入り身やろうかなと思ったんで多分ぴったり。いや2先のダブル入り身とかかな多分。確かに今日春場所が開幕されますはい、あと 2,3 分少々で大会の方を始めていきたいと思いますが、エントリーまだの方いらっしゃいますでしょうか。スパ 2X 大会まだありますか。ないですよ。じゃあエントリーお願いします。完全に春場所。はい、ありがとうございます。はい、9人中本田が3、本田が3強キャラか本田。さあエントリーまだの方いらっしゃいますでしょうか。ぼちぼちエントリー締め切らせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあこれ最後でエントリー締め切らせていただきます。スパ 2X 大会参加されるお客様で、まだエントリー進んでない方いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあただいまをもちましてエントリー締め切らせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあただいまから、参加費徴収とくじ引きを行いますので、名前呼ばれた方は200円持ってこっちまでお願いします。200円持ってこっちまでお願いします。まず革ジャン、次弁田さん、はい5番、次みのむくん、はい200円とくじ引きお願いします。はい、はい、3番。次、りょうじさん。はい、200円とくじ引きお願いします。はい、そうです。で、真ん中、1番。1番で、はい。次、ゆっきーさんかな。ゆっきーさん。はい、200円とくじ引きお願いします。2番。次、アンドレさん。はい。次ゲロシャブさん、あ、真ん中見てください。 6? 次しまおじ、うい7番。じゃあラストティムさん、あれティムさん、テイムさんか、失礼しました、テイムさんですね。はい、9番。はい、ではとなめ表を作りますので少々お待ちください。はい。じゃあ、トナメ表できましたんで、攻撃お願いします。本日、2先でダブル入りを行います。2先になります。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ2先で行いますのでお間違いないようお願いいたします。はい、じゃあ本日、参加者9名ご参加いただきましたので、ダブルエリミ行っていきます。で、9名ですので、1回、1つだけ0回戦発生してます。ホンダが1人落ちる感じです。よろしくお願いいたします。で、0回戦やったら、こういきますね、普通に。よろしくお願いします。で、じゃんけんで筐体決めてください。あと質問なければ進めていきます。大丈夫かな？みさきです。みさきです。はい。では、ただいまより、プレイヤーの FR5 月26日、スパ2 X 大会始めていきまーす。じゃあ、まず0回戦から、領事ホンダ対ユッキーホンダですね。さあ、領事ホンダ対ユッキーホンダ。ワンピンがどっちかな。領事さん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、OK、スタートボタンを押して始めてください。あー、なんかずれてる。後で直します。さあ、まずは貼る場所はここの若干ずれてる。さあ、1P 側が領事ホンダ、2P 側がユッキーホンダ。あ、ロック入ってんのかこれ。多分ロック外せばいいのかな。さあ、まずホンダホンダ、体力は5分。さあ、やることなんのか。さあ、貼る場所開幕。まずは針で出しつつ、さあお互いあー、溜めている。先に打ったら負ける。で、駒投げ入って表、うわー、1、うわー、削り。さあお互い動けない。見合って見合って、はっけよい、あははは、確認してる。おえさあ、上手投げ。まず1本目だったな、領事本だ。相打ち新しい有利。これが相撲ですね、現代の。最後は削り。さあ、ユッキーホンダが最速取り返す。相打ち、頭突き、削り、減りすぎ、頭突き。さあ、見合ってますね。頭突き、頭突き。さあ、非常に地味な絵面が続き。ああ、裏回り。これは残る。おお、上から削り。いい勝負。見合ってさあ、行司が戦えとまず1本目取ったのはユッキーホンダ。さあ、2戦目、まずユッキーホンダが1本取る。さあ、相打ち、残ったって言いたいんですけど、ダウンしてますからね。さあ、頭突き、相打ち。これは何の試合だ観客からはため息が漏れますね、これ。戦ってる本人は真剣です。頭突き、頭突き、あーっと、超質板、あ、投げが入って、これでリーチはユッキーホンダ。ホンダ難しそう。頭突き、さあ、おーっと、タッチパウス、頭突きお互い溜めている。いやー、相撲見てればな、実況できたなこれ。あー、打ち。さあ、頭突きで削っていく。おー、落とす。要所要所頭突き落としていく。さあ、時間、おー、相打ち、相打ち OK。 おー、釣りだったが釣られて OK だった。これで 1-1。さあ様子見が続く。頭突き、おお見てから。さあ現代の相撲は空中戦になってる。ああもう俺は街でいいやんぞと、街本だ。ああ落とすうますぎる。5番。ああ最後百列、これで11。さあ1戦目から熱いですね。どうでもいいけど相撲残ったどういう意味ですかねあれ。あ、土俵に残ったんだあれ。行司さん残ったしか言ってないよね多分ね。さあ削れて、うわ上からめくり百列、あいうち残った、あ削り見合ってこれでリーチは両ジョンだ。さあ相撲レスラーが1人消えようとしている。残った頭突き削る頭突きで削る。さあ土俵際、おーっと金返す、削る。さあ端まで追い込む、まさに土俵際。さあ体力がほぼ五分、削り何でしょうね、遠距離戦してますね。ああ見てから削り、ああこれはまあ勝負あり、これで1-1、熱い勝負。さあおそらく終わった後座布団投げられますねこれ。あーっとめくってはあ相打ち。さあホンダの遠距離戦、何言ってるか分かんないですけど遠距離戦ですね残った、あおおこれは見てからあ削り大逆転、ああ打ち熱い、あどうなんだこれ、あ勝ったのはユキホンダ。ガイルより熱いんじゃないかこれ。というわけで勝ったのは、ユキホンダで、領事さんがルーザーズ行きです。じゃ次こっち行きます。アンドレザンギ対X さんギ対弁田ホンダ。1P が弁田ホンダ、2P がアンドレザーギ。あそうかリセットか。楽。さあでは 1P 側が弁田ホンダ、2P 側がアンドレックスさんに。じゃあスタートボタンを押して始めてください。さあ 1P が弁田ホンダ、さあ今日登録されたラス3人目のホンダ、それ 2P 側がアンドレックさんに。さあ画面端、さあ5番、頭突きは絶対に落とす構え、頭突き、おお張り手、さあ画面中央まで押しやる、さあ熱い剣探せん、張り手が厳しい。おお中継、ああ最後は100で張り手。1本目取ったのは弁田本田。さあリードは本、おっとこれは投げ返す。おーピヨったー、おっとミスターが十分ダメージ。これは焦がして、わーっと頭突き百列削りいけないか。あー最後も百列。さあこれで1本取ったのは弁田本田。さあこれはもしかして2回戦も張る場所がありますね。さあ張り手張り手、残儀を寄せつけないプロレスラー対相撲レスラー。これは投げが入っておーっとぎなんだっけ大、あービオル、今度はしっかり3段大銀なん投げだっけ、大イチョウ投げだっけ、大イチョウ投げ惜しい。さあ張り手頭突き、さあ我が国が誇る相撲レスラーの頭突きと張り手ですね。さあ張り手地味削る。さあ残儀側結構この張り手が厳しそうですね。うわ中火反転が強い、しかしリターンがでかい。張り手こかして頭突きこかして、さあ体力がない、触れるか、触りさえすれば、あー最後も張り手。勝ったのは弁田本田。はい、次ゲロシャブ X ガイル対しまつや流。さあそしてリセットかける、ありがとうございます。さあ 1P がしまつやなんで逆ですねこれ。スワップ 1P しまつや 2P ゲロシャブ。ゲロシャブってだけ他にいましたよね確か、誰かのお名前使った感じなのかな。さあリュウガイルホンダの後はリュウガイル、一気に X っぽくなりましたねなんか。さあリュウガイルこのゲーム至高のカードと言われてるこの組み合わせ。あと大勝利、これはサマで返して裏回り。さあ波動拳、うわっと勝利、削りけない残るか、残ったって言いたいですねたまたまですけど、あーっと波動体育踏ませる。さあ1本目取ったのはしまつや流。さあ中腰玉の総裁、まあ、この辺が龍ガイル難しいところですね。ソニックの方が若干回転数悪めではあるものの、近距離相対したらガイルがバンバン入れると、この辺が難しいところかと。さあ水ジャンでかわしつつ、これは踏ませる表、うおっと中盤かな。さあ玉の打ち合い、さあしっかりジャンプ台パンで、おっとこれは下中パンでとりあえずおとがめ。リードはゲロ、おっとこれは真空削り投げが通る。これで体力差が、おっと若干リュウリード、あっと落とす、あっとでかい、今の一発はでかい。あっと中腰おい、おギリギリ残る。まず1本目取ったのはしまつや。さあ竜巻は投げて何かし、しかし画面端、これはきついんじゃなかろうか。中盤落とす、しっかり大パン。さあこれはソニック、ソニック大パン、しっかりソニック踏ませる、重なってなかった。最後はなんだっけ、リバースナックル、しっかり大パンで1本目取ったのはゲロシャブガイル。さあジャンプ中継かな、波動拳、波動拳、やはり球が速い。ソニック画面端、ソニック、さあ大パンはかわす、ソニック失礼、竜巻、リードはゲロシャブ。これはシンク当たって起死回生、最後は重なってた。これで1-1で、しまつやが1。さあ大パン、あの一発が地味でかい。中足差し返し、竜巻めくりから投げが通る、なんか出る、中足、さあ大パン投げ、さあ一気に分からなかった。あとは真空溜まってからが勝負。アントビかな、投げー、これは削り中段、あおお、これはダブル KO、 熱い。さあ3戦目、まあ今多分ガイル側としては、まあ、ラッキーといった感じでしょうか。3万上げてる、足丸動かした、今のはでかい。おっと、さあ流れるように3連撃、中心、危ない。さあガード、ガーッと被弾した。これで1-1。ああこっちにメモってる、エボ標識。さあこれで1-1、次取った方が勝者。さあ波動拳、波動拳と、やはり遠距離はまあお互い無理せず被弾せず、いつ前に攻めるかですね。さあ落とした。さあこんな感じ見てるとやっぱり龍狩りですね。おー、あと中盤、そしてサマーまで。おーっと削り、うわー読んでたけど削り確定。リーチはゲロシャブガイル。さあまだ死んではいない、落とす大足、さあしかしさあうまい、しっかり細かくダメージを重ねていくゲロシャブ。あ落とす、さあ要塞、あ竜巻、流れ変わるか、出る、めくりに出た。勝ったのはゲロシャブ。はいはい、じゃあはい、じゃあ革ジャン竜対、ティムガイル。はい、じゃあちょっと緊急で僕が、実況する形になりました。よろしくお願いします。はい、じゃあ、革ジャン対、あー大丈夫、あじゃあこのちょっとお願いし、革ジャン対、テイムガイル。さあ、こっちですね、今日9人で、まあ、シングルダブルイリミネーショントーナメントということなんですが、反対側の、こちらの、ね、トーナメントのブロックでは龍ガイルの組み合わせが、2つというところで、なんかスト2を象徴する、対決となっております。さあまず1本取ったのはワンピー革ジャン龍。まあこれはガイルが、ガイルじゃない龍が一応まあ 5.5 とかそんな感じですね。地味に龍有利みたいな感じですが、まあ、ほぼ五分に近い、有利ということで、かなりねいい組み合わせです。さあ後ろに投げる真空波動、そうなんですよね、無敵なんですよね、あれね、でかかり結構しかも無敵長いんですよね、龍の真空波動で打って半角なしなんで、これがねちょっとやっぱ若干このスーパーコンボの差で若干まあ龍がというところですね。これでガイルのスパコンが本当に打って半角とかなかったらいよいよって話だったんですけど、だからガイルはゲージ溜まってもなんか最後の削りとか連続技以外であまりゲージを使う必要がなく、龍は逆に打ったらいつでもパナせるというところで、まあ、ガイル側がかなり慎重にやらないと、まあ、やられてしまうというところで、さあこのかなりな、しっかりした状況によった判断と精度が求められる、ガイルの龍戦、これは本当にねうまい人ほどすごいんで見ていただきたい。さあ解説が、若干ちょっと2発目当たる。さあ投げに行こうとしたところ最速足払いで暴れて投げて、あ危ない大達からの真空波動、まずは革ジャンが勝利ということで、革ジャンさん 2-0 で勝利です。革ジャンさん勝ちましたね。はい、ありがとうございました。じゃあ次ですね、ユッキーホンダ対ミノムくんキャミいきます。さあユッキーホンダ対ミノムくんキャミ OK ですか。ユッキーホンダ対ミノムくんキャミ、あれ合ってますよね。あルーダーとありですよ。さあ 1P 側がミノムくんですかね。じゃ逆かな、あれ合ってましたね、失礼しました。さあユッキーホンダ対ミノムくんキャミ、さあ削り、まあスパイラルだろ、めくりは当たらず、あっと頭突きになる、頭突き、さあこれ火力差すごそうですね。さあ5番、あ頭突き火力差が、まず1本先生はユッキーホンダ、さあ頭突き、さあ昇竜おっとオスカルスパイラルアローじゃん台形通って頭突き、さあ手数は同じくらいなんだが体力差が開いてきた、相打ち OK、 どうする頭突き、最後も頭突き、まず1本取ったのはユッキーホンダ。さあユッキーさんが勝つと次は弁田ホンダとの再びホンダになりそうですね。さあ頭突き、うわこれは落とす頭突き、体育きっちりめくりガード勝利ガードした頭突き、さあ削り頭突き、リターンさんがでけえ、これでリーチはユッキーホンダ。おっとスパラロ飛んできた、投げたのはキャビン川、うわ投げ返す、さあこれはサバオリ削り、うわめっちゃ減った頭突き、うわ削り込みでこれは厳しいどうする？ザオ、危ねっ。あー、足らず。勝ったのユッキーホンダというわけで、2回戦のホンダ決定しましたね。じゃあ次、ゲロシャブガイル対革ジャンリュウです。革ジャンリュウです。ゲロシャブガイルトです。はい、じゃあ 1P がどっち？はい、 1P かわじゃん。はい、 1P かわじゃん流、 2P がゲロシャブガイル。さあ再び龍ガイル、竜巻、あー当たる。やはり竜巻の対応が結構難しい。波動を踏ませて、波動拳、これは飛びが通って画面端シンク、これをかわす、波動拳踏ませる、画面端踏ませる。さあ波動の打ち方、おーっと通った。さあ1本目取ったのは革ジャン流、竜巻、うわーすかる。さあ大パン、あーサマー切ってくる。なんと追い返すものの飛びを通してカメラジ昇竜、おーうまい、大パンチ。さあこれで1-1。さあソニック、おっと投げていく、カメラジ波動はソニックに負けてしまったか。飛びはしっかりさま、しゃがみ大パンを落とす。さあリードはゲロシャブがいる。さあまあじゃなくてソニック踏んでしまって、おっとこれはおー強気、何が通ってあるか、ああ長期同士のぶつかり合い、通っていったのはゲロシャブ。まああれがダメとなるともう今積み状況でしたね。バックステがあればベースなんですけども。さあ1本取ったのはゲロシャブ、大足で焦がす、中盤、さあ竜巻中段、しっかり3ヒット、これは愛情系、あーピオル、これはしっかり代々と。さあスイジャン飛び相打ち、これは待っている、通ってあー、さあ一気に取り返した。これで1-1。さあ流れになると一瞬で終わりますねこのゲーム。さあ足を焦がして相打ち、足払い体育、しっかりガード、中足波動拳、様子見、これは通ってリードはガイル、しかしあーっと1、うわー竜巻、これは踏んで波動拳、これは通らない、あー早出し、あーさま出る、あー様子見から投げ、リーチは革ジャン来てるぞ、竜巻大パン、さあ飛び通して画面端、このおっと竜巻取る中段、これはサマー、さあ様子見、大 K しっかり落とす、飛び通して、うわ中堅四隅、まだある、怖い、あー出なかった。さあ 1-1、 どうなるかわからない。竜巻めくり投げ通して、これは勝利の読み合い。波動拳、さあ淡々のダメージ重ねて大幅リード。カバちゃん落とすー、あーサマー違う違う、これは波動拳素晴らしい。勝ったのはカバちゃん、やりますねさあじゃあウィナーズがラストですね。ユッキーホンダ対弁田ホンダ、出ましたユッキーユッキーホンダ対弁田ホンダ。1P がユッキーさんですね。でもユッキーかな。さあ再びホンダホンダ、竜返りの後はホンダホンダ。さあ頭突き、やはりこうなるんですね。端々でとりあえず頭突き警戒しつつお互い投げもできない感じで、意識の隙間に頭突きをと5の線を取る感じですね。多分マチホンダ対マチホンダ、多分攻めれないでしょう。相打ち、ああ張り手バリア、あおおあ食らっても問題ない。今のレスラー魂見せましたね。肉を切らせ骨をぶった切る。さあ見合って見合って頭突き、この1削りでかいんじゃないか、もしかして。さあ喋ることがない。あ相打ち、あああ立ち回って、うわあなんだ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 分かんないけど削り、これでほぼ5分。うわ釣り、ああ最後は頭突き、ホンダホンダ分からん。おっと差し返し、おー5の線しっかり取る、上から、うわここまで通したのはユッキーホンダ、削り、う頭突き、うわ頭突き返す、最後削り、素晴らしい。いやほんと別ゲーですね。さあガイルガイルよりマチ、あああとはめくりっぽく当たる。うわー駒投げ、上から相打ち削りでかい、うわー大警喝頭突き削り、リーチはユッキーホンダ。さあこうなると動けない。当たる、相打ち OK、 これは体力勝負ですかね、もしかしてボタン連打疲れた方が負けるとかいうやつですか。これで若干リードホンダ側残り50秒、相打ちどうなんのこれ、相打ち、さあ相打ち続くが若干リードは弁田側、削り2回、うわ相打ち、あ前、おーあうわうわもつれにもつれた、取り返したのは弁田ホンダ。遠距離戦、これ見ると波動拳欲しいですね。さあ削り、うわー痛い、うわー痛いのが入る、削り、うわー助かる、これはあー最後まで対空きっちり。勝ったのはユッキーホンダ。じゃあウィナーズ進んだのがユッキーホンダと、革ジャンリュウですね。ではルーザーズ進めていきます。はい、じゃあ1回戦で負けてしまった人はこちらまで来てくじ引きお願いします。まずは領事ホンダ、領事さん、領事さん、くじルーザーズのくじ引きお願いします。右側にありますんで。はい、2番、あ、領事さんまた0回戦です。はい、じゃあ次がみのむくん、はい、くじ引きお願いします。はい、5番、ここかな。次はアンドレさん、はい、3番、123、ここだね。じゃ最後テイムさん、4番、テイムが4なんで、しまつや龍と領事本田が0回戦ですね。じゃああと2回戦の敗退の弁田さんとゲロシャプかな。はい、じゃあ弁田さんとゲロシャプさんくじ引き、おう、おい、これ、はい、1番どっち？ 1 番がゲロシャプ、はい、はい、じゃあルーダーズ進めていきます。まず島津屋龍対領事本田お願いします。さあ島津屋対領事、1P が領事本田、2P が島津屋。さあ龍本田だいぶきついって評判ですけども、見ていきましょう。さあ波動拳をどうするのって話です。あっと飛び取って頭突き、ここはしたらワンチャン削って圧力、そうですか、あーやべえ噛み合ってしまった。落とす、冷たい冷たい、あー寒いですね。あっワンチャンワンチャン通った、あーアイスエイジ1本取ったのはしまつや。さあ飛び出して、うわー出し払い、さあこの弾幕をなんとかかわしていきたい。端にようやく追い詰めたんで触れば、ああ昇龍、もう一度苦難の道、なんとか相打ち、相打ち OK、 通った、波動拳波動拳、真空もあるので来い、とりあえず削り、立ち回り有利なんで削り、おお頭突き通す、あれしかなかった。ラウンド取り返したのは領事本田。あ、してワンピース逆ですね、これこうか、あ違う違う、こうでこうか、失礼しました。配信の方名前逆でした。領事本田が 1P 側、 2P が島津屋龍、あーこれは削り、あれなんか大会前龍で本田滅ぼすぞって言ってたんですけど滅ぼされますねこれ。さあ1本取ったのは領事本田。さあ波動拳、波動拳、これだけで3割。さあ通ってしまえば、触ってしまえば、あいち中足、おっどうなる、あーっとジャッケー大会冷静、圧力に負けずに出していくジャンプ対決、波動拳削り、さあ波動拳これがきつい、やっぱ相撲に飛び道具はないですからね、自分自身が玉になるしかない。波動拳、あこれは取って昇龍拳、冷たい頭突き取って飛び、あーこれはあー1本取り返す。さあこのまま滅ぼされてしまうかしまつや、大会前だいぶ言い切ってましたけどね。さあ最初にリードはしまつや、対抗として飛びあるぞ、波動拳ジャンプだけ、やはり厳しいか、あーっと上が出る、しかしまだ 1-1。 さあいい試合ですね、まあ何かが起きそうなそんな予感。さあ張り手こかして張り手めっちゃ削る、おーっとさあ波動拳地道に押し返す、飛び通って十分1-1交換 OK、 波動拳きつい頭突き飛び、おー 1? これはガード頭突き、あーしっかり引きつけたい昇龍、これでリーチはしまつや、しかし全然ありそう、うわー出る、これは波動拳踏んでしまって、さあリードはしまつや、もう無理しない、無理しない、あっあるか、飛びワンチャン、あー削れる中足、あ圧力飛び、あーまだある、あー厳しい、あこれはあった取り返した 1-1、 残った張り手全然あるぞ、これは大昇龍しっかり見てる、さあ波動拳フェイントがきつい、波動拳前に出る、あーっとこのダウンが痛い、さあ弾速の差、うわー島大君まだ希望はあるのか、あー削り、あー最後はじゃあカードを踏んでしまった、いやいい試合でした、勝ったのはしまつや龍、全然ありましたね。じゃあ次、テイムガイル対ミノムくんキャミーでお願いします。さあ 1P テイムガイル、 2P がミノムくんキャミー。さあまずは投げが通る、なんだっけ技名忘れました、コンビネーション、いやーやしいな、これはサマー切ってくる、さあこちら昇龍、うわっとうわーめくりだったんですかねさあ意表をつかれましたね今のは、まあ諦めずに回したミノムくんが正解と。さあキャノンスパイク、うわっと噛み合う、ャンスバイク、さあ削り、おお激しい、おおうまい、さソニックをかわしつつ一本目取ったのはミノムくんキャミー。ぐるって回るやつ技名何でしたっけ。ふあふにそりゃフーリガン、フーリガンコンビネーション、あーなんかフーリガンサッカーのあれ、あサッカーイギリスまあいいや。さあキャノンスパイク、うわーこれさあフーリガンなんとかななんちゃらコンビネーションでこれでリーチはミノムくんキャミ。さあソニックをうまくフーリガンでかわしつつ攻めていってるミノムくんキャミ。おそらくあれがガイル対策ですね。安易に弾は打たせねえぞと。キャノンスパイク、おー落とす、こちらも対策してくる、フーリガン、上見てる、おっとダブル様、おっと昇竜、おーまあ残る、なんだで恥出して、見ている、素晴らしい判断。勝ったのはミノムくんキャミ。いやーソニックってのはきついっすね。はい、じゃあもう一個、しまつや竜対アンドレ・ザンギー。さあ 1P がアンドレ・ザンギー、 2P がしまつや。アンドレさんまだゼロですね。よっとはい、 OK ですよ。さあ 1P アンドレザンギー、 2P しませる。さあ波動拳、さあこちらも先ほどのように波動拳がきついですね。おっと投げ通って中段カード、まあでもダブラリがあるんでまだそうでもないかな、もしかして。さあ波動拳中足中足、うわっと中足確かに、じゃあ大昇竜表落ち、お投げていく、今投げれればワンチャンあったんですが、一本目だったのはしまつや。ダブラリ足払いさあなんか応援がアンドレ側ですね。体育、ああダブラリ昇竜、おいなんかいろいろあった、中足足払い、さあダブラリ硬直短いですね、あれゼロかなもしかして。足払いここはして、うわー真空波動、1本目取ったのはしまつや。なんかチーム戦みたいな掛け声があるんですけど、なんかチームいますね、誰かいけるよ大丈夫、安い安いよ。さあなんかあれ 3on3 ですね今日、いや 3on1 ですねさあ3対1、あそんなん言ってる間に、まあ、やっぱチーム戦ですからね、 3on1 はやっぱ3人の方有利ですね。ここはして中段しっかりガード、差し返し中押しリードはザンギー波動拳おー今惜しいですね、足払い読んでたんですか、中押し圧力飛び、おーっと吸って、この位置はおーなんだ中段立つ真空、あー違うシャドウまだあるか、最後は削り、さあリーチはしまつや、足払い足払い中段、うわーはめだー、これは間に合う、さあ復帰が早かった、足払い足払い、さあタッチ系あゆちゃんがダメージ厳しい。シンク中継飛び乗ってあるか。ああ届かない。さあダブラリで負けてる。うおー吸ったーあるか。あーあどうなる。あー勝負強い。さあこれで 1-1。 さあアンドレチームだいぶ限界できましたね。さあ波動拳ここはこれはさあ足払い。おーっと投げて投げ抜け。ちょ投げたのが1回でかい。ああこれは差し返した形。中足おーっと吸って差し返し。これは厳しい。鳥かご状態。投げ抜けきっちりしたことで鳥かごは継続。リーチはしまつや。さあダブルラリーあっとダウン。これが痛い。おお吸った。さあ足払いしっかりガード。おおダブルラリーわあ勝利出る。中段ガードガードが硬い。中段は当たらねえぞと。シンクガードああ吸った。おー大丈夫出る。めくり中足しファイハード中段ガード。うわー勝ったのはしまつや。いやいい試合でしたね。はいじゃあ0回戦2回戦目弁田本田対みのむくんキャミンお願いします。1P が弁田本田 2P がみのむくんキャミン。あーっと0-0でやっとさあ本田対キャミン先を見ましたね。火力差がでかいと相打ちで OK。 さあ相打ちすればいつか死ぬと。調子調子スパイラル。おおおーこれは厳しい。めくりから削りかく。おっと大 P かな多分。さあスパイラルアローこれはさあ当たっちまう。めくりからおおうちスパイラルアロー隙を見せず張り手大事。おお読んでいる。うわなんであ削りがきつい。ジャッケジャッケさあどうする。おお相撲レスラーの胸筋が強い。さあこれでリードは弁田本田。さあジャッケ頭突きおっとスパイラルをおーゴマ投げうわービヨッター。さあつながらないが十分ダメージ。うわ踏んでめくりかなこれは。うわー1うわー読んでいる。さあリードリーチは弁田本田。うわー見てる。これは昇龍めくってやべえ8だ。うわー投げる投げる、投げに行く、あー、体型取って頭突き取って、やばい、おお、どうする、なんだろう、さあお互いギリギリどうする、おわー、おお、しっかりリバーサル取り返したミノムくんキャミ、さあしっかり、うおー、補正切り、これはうおー、ピオルか、ピオルない、おい、張り手張り手、さあ遠距離戦あろう、痛いダメージ、おお、削りか、残った、張り手、これはもうこれでいいよと、かかってこい、あーかかってきた結果これだよ、どうなるの、残り15秒、10秒、どうなる、あー、逃げ切れなかった、ジャッケだ、なんだったんだ、勝ったのは弁田女。じゃあもう一個、ゲロしゃぶ対、あ、再びですね、しまつやになりますね。はい、ではゲロしゃぶガイル対しまつや流、さあウィナーズで当たった時はゲロしゃぶが勝ってますね。さあ波動拳波動拳波動拳、さあ波動拳波動拳、これは踏んでしまう、波動拳波動拳、さあしっかり相殺確認で大パン、これは林めくり取ってしっかり確認する、中 P 様まで、さあ竜巻、うわ中継中継大パン、これは投げていく、結構ダメージ、波動拳波動拳、さあこれは踏ませる、波動拳踏ませる、波動拳波動拳、さあダメ、うわ真空波動拳、竜巻ガード使う間に合わず、竜巻中継、これは間に合わず、竜巻、さあ画面端、あー飛び取る、よいしょー、うわーっと大パンタ、踏ませる、表落ち、さあというわけで1本目取ったのはしまつや。さあ投げ返しリードはしまつや、さあ飛び道具打ち合い、さあ本田と違って遠距離でも何か動きがありますね、真空削って様子見、うお、竜巻で壊す、竜巻波動を踏ませた、これはアントビからの足払い、さあリーチはしまつや、ウィナーズの時のリベンジ果たせるか、サマーしっかり、サマー、さあこれは落として昇竜投げが通って、さあリードはガイル側だが真空溜まったら分かんない。さあ竜巻、うわー投げる。さあ勝ちたかった柔軟しっかり投げれる。こかして、結構でかい今のは。ジャンプ中継取る大ピン。さあリードはゲラショブ。さあ前に旦那爪で波動を踏ませて、第5スから投げ、うおー投げ間合いない。これはあー最後は中継中継を押してきた。さあ 1-1。いや熱い試合ですね。さあ竜巻削りで割といいダメージ。ジャンプ台形。さあ遠距離合戦やりすぎるとギャーッと踏んでしまった。あんと、うわあ詐欺飛びになってなかった。リーチはゲロ勝負。さあ竜巻起死回生、あーって読んで足払い出る。マナス竜巻お互い一本引かない。あと3番目ですか。大昇龍これは画面じあーっと波動で押し切る。お互いリーチ。竜巻、うわーサマー、竜巻とサマー意地の張り合い。サマー投げていく。これは最後はリバースだ。なんかリバースキックかな。勝ったのはゲロシャブ。はい、じゃあ連戦になっちゃうしこっち行っちゃおうかな。いや関係ねえか。ルーダーもう一個だね。ゲロシャブ対ベンダホンダいきましょう。ゲロシャブ対弁田ホンダで、これ終わったら、ウィナーズ進めます。よいしょ。1P が弁田ホンダですね。さあまずはダメージを与えていくのはゲロシャブガイル。さあホンダの圧力、画面端に追い詰める。しかしここから結構流そう。張り手、さあ張り手、ホンダ側は削りでもいい。踏んでしまった。上から張り手、下ぎってる張り手。ああ様、ああ頭突きがー、これはおお削ってきた。1本目取ったのは弁田ホンダ。さあ削る、ジャンプだけ当てる、削る、ジャンプだけ削る、当てる、ダーッと体育削る削る、気づけば体力はもうない。うおー駒投げです。1本目取ったな弁田ホンダ。おお張るって投げ、これはサマー。さあ早出しを落とす。サマーで切ってくる。対空しっかり。さあ張り手、こかして、こかして、あーっとそういっか。最後も対空、やはりコーナーズきつい。ジャンプ台 B 対空、確かに本田的には多分ああいう条件ですね。張り手サマーが出る、林頭突きワンチャン来るか、張り手張り手、うわ5番手最後張り手削り、これでリーチは弁田本田、頭突きさあ葬儀1区重なっていて、うわ駒投げ入って四隅頭突き、さあ1削りが地味にでかい、張り手これは足まう被弾するものの前に出れる、張り手確定取っていく林、おおあーさあ意地で中足押してった、これで 1-1。 さあこれは裏回って駒投げ張り手削り、これは相打ち相長系林中 P が強い、大 P かなあれ相長系、うおっとジャンプ大 P だく、さあ勝ち削りまだある削り、ああまだあるか、おーっと腕が長い、これでリーチは弁田本田、サマーソニックソニック、さあ通った、やはり一度端まで追い込んじゃえば全然ある、出なかった、うわーどうする、うわーソニックより足が速い、勝ったのは弁田本田。はい、じゃあウィナーズいきまーす。ユッキー本田対革ジャン龍、さあユッキー本田対革ジャン龍、 1P 革ジャンですね。さあウィナーズファイナル、勝った方が、グランドファイナルに2ライフで進めるという大事な試合。さあ波動拳波動拳、頭突きは波動で追い返す、波動拳波動拳踏ませる、さあ足割り、さあ冷たい始まり頭突き通す、うわ一発でこの削り、ああ見てて、あ残る波動拳、うわあ相打ち OK、これで一本も取ったのはユッキー本田、ジャンプだけ、さあ波動拳頭突き、これはしっかりガード頭突きジャンプだけ頭突きジャンプだけ頭突きジャンプだけ頭突き三連三様頭突き、うお最後は下段、一本目取ったのはユッキー本田。まずは張り手からしっかり大昇龍削り、おっとほら、うわ昇龍しっかりガードから確定張り手、うわいて大コス中足シャドウ、さあピヨッタしっかり3段、うわこれ確定、さあ1本目取ったのは革ジャン龍波動拳、さあ頭突きはしっかりガード。うわースカル足払い表しっかりガード足払いタイク。さあ距離見極めた大丈夫。うわー1あーこれ確定削り中足。あー頭突き頭突きこれでリーチ、リーチですね。リーチはユッキーホンダ体育これは潰れる足払い体育頭突き足払い頭突き頭突きうわっああゴマ投げ通ってうわあ勝ったのはユキホンダ。ウィナーズファイナル進出はユキホンダ。はい、では革ジャンがルーザーズの方に行くのでルーザーズファイナル革ジャン対弁田ホンダもう一回ホンダ戦です。もう一回ホンダ戦です。1P が弁田ホンダですね。さあこれもしかしてこれ弁田さん勝ったら相撲ですね決勝戦。やっぱり X は球じゃなかったんだ。さあ 1P 弁田ホンダ 2P が革ジャン踏ませて画面端うわーやっちまった駒投げしっかりうわったうち波動拳うわーうち波動拳うわーシンクしっかり見極めて打っていった。さあ削り波動拳追い返す波動拳あっ違う張り手うわー落とす林大慶体育勝利切ってくる波動拳張り手これは削ってうわー上見てる取り返したのは弁田ホンダ。さあ上から踏んづけてめくり駒投げ通してうわー昇竜拳波動拳波動拳波動拳前にいる大拳うわー削れる削れるうわー最後も削りこれで一本取ったのは弁田ホンダ。さあ革ジャンガイル戦で燃え尽きてしまったのかやはり本田に飲み込まれてしまうのか。大昇龍まだ目は死んでいない。さあ張り手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 投げてうわー当たるめくりおー昇龍あっ昇龍削りかなうわー頭突きこれでリーチは弁田ホンダ。うわー駒投げしっかり最大おーさあ駒投げ昇龍打ってくるまだあるぞうわーめくって100巻でめくり頭突き昇龍打つあーまだあるあー最後はジャンプタイピーガイル戦で燃え尽きてしまった勝ったのは弁田ホンダというわけで決勝戦は春場所開幕と、ウィナーズ側がユッキーホンダルーザーズ側が弁田ホンダになります。さあ、じゃんけんできました。1P が弁田本田、2P がユッキー本田で、ユッキーさん側がウィナーズになりますので、まあ2勝したらリセットという感じになります。さあ、結局このゲーム本田なんでしょうか。このゲーム球じゃないですね、本田ですね。さあ、決勝戦からマチ本田、あ、すいません。さあ、一瞬見逃しましたが状況は変わらず、さあ相打ち、さあ熱い決勝戦、絶起相打ち、これやってる放送とつらいですね。頭突きをずっと見てなきゃならないっていう精神的にきついものがありますね。これで体力差、ユキオナがリード、相打ちどうなる ?15秒、うわー、頭突き反応できず。1本目取ったのはユッキーホンダ、はい打ち、うわー、頭突き当たる、削って頭突きで100巻、頭突き、おお、これはしっかり引きつける、頭突き引きつける、削り、さあこれはリードは弁田側、これは残り時間半分切る、頭突きガード、ああ落とす、ああこれは削り確定。さあ11、さあやっぱガイルより待ちますね。ああ頭突き削りがでけえ、ガード、うわー、駒台通って削り削り、そして待つ定位置に戻ります。あー頭突き一発でかい、削り、頭突き、うおー、スカル、さあ相打ち、これで五分、若干ユッキーリード、どうなる、あー頭突き、心の隙間、削り、これで優勝に王手はユッキーホンダ。まずは100巻で挨拶そして端々、さあこの距離難しい、うわー、しっかり見てる、削り、うわー、減った、さあ張り手、駒投げ通す、見えた、うわー、削り、さあこれで優勝ギリチはユッキーホンダ。さあ端々の攻防、うわー、頭突きが当たる、うわー、駒投げ、削り、頭突きは落ち着いて、カード、頭突きに返す、削りがいて、ガード固めて、張り手、うわー、駒投げ、裏、ガード、うわー、一応 OK！というわけで本日の F1 春場所優勝ユッキーホンダ、おめでとうございます。2ライフ残しの完全優勝、よいしょ、はい、ユッキーさんおめでとうございます。来月も、最終土曜日21時から、始めますので、また来月ご参加いただければと思います。では本日大会お開きとなります。お疲れ様でした。Round 1, fight! Go back, please! Walking! Walking! Right.